はい、こんにちは、こんばんは。はい、ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。肩のジャック、残り39周ですか。まあそんなにはもう合間がなくなってますね。で、大阪兵を取ったので、WBC に挑戦しようという、考えです。大根、疲労回復がいいって言ってますね。じゃあ疲労回復させましょう。私は追い込み場が好きだね。豪快にグワーッと上がってくるのがたまんないね。おっと、また強力な調教をします。おっと、これで距離上限が3200まで上がったぞ。嬉しいか？はい、何です？そろそろですね、レース出場は。まあとはいえ3周しかまだ経ってないんですけどね。もう一周か。クエスト達成、やったね。どうしたの？人参ですね。ただし、そうか、ビールか。で、これで農園でゼロの成長促進のを選べばいいわけですから。さあ、これで WBC 出しましょう。残り5分ですね。どうしましょうか。まあターフかな、やっぱり。出走登録しました。これで結果待ちですね。まあ戦績は安定しているものの、SWBC だと足りないかなという感じではありますね。ひとまず強いレースを見せてくれることを期待します。ではまた後で。はい、WBC2の出走の結果が肩のジャック出たようですので、見ていきたいと思います。はい、観戦行きましょう。3番人気だね。3番人気か。
一番人気が、アンカツ騎乗の、名前がわからん、ピールとシキスター。二番人気はルメール騎乗、エールダイヤモンド。二重丸が両方ついてますし、SWBC まで行ってる馬もいますから、ちょっと今回は、なんかレベルが高いような気はします。とはいえ、3番人気までそんなに、差はないです。オッズの差は。なので、意外と接戦になるかもしれないですね。今年もまたここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。ゲートが開いて飛び出した12頭でやります。さあ肩のジャックはまずまずのスタートから最後方か後ろか2番手か最後方で下がりましたね。ちょっと離れて2番ストーミングホームでやります。ワーク両党も後ろなんですよね。後ろから行く馬ばっかりだな。4番プライド、そしてその後ろから3番エアドクター。黄色い帽子にご注目ください。これが一番人気のフィールドシフターであります。内から1頭肩のジャック、6番エールダイヤモンド。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、これが先頭8番エクラール、その外にイブンベイ、その後ろ3馬身くらいあってルソー、ストーミングホーム、外から1頭7番カステナンゴ、それから11番ハイランドリール、それから離されまして12番セイントリー、そのうち4番フライド、それからもう1頭3番エアドクター、その外フィールドシキスター。注目の肩のジャック、語り継ぎたい強さがこの馬にはあります。これをマークするように6番エールダイヤモンド。語学両者がなんかマークするような感じですね。お互いをマークしてますね。さあそろそろ勝負どころ、先に語学両党に行かれてしまってるような感じですね。さあ上がっていきますが、さあこれはどうだ、かわせるか、かわしたか、かわした、勝ちました。素晴らしい勝利です。さあこれで1万超えたんじゃないでしょうか。厩舎レベルアップ。やったね、やりましたね、素晴らしい。産卵ケーキ、さらに WBC のガチャも、手に入りましたね。これで短距離ガチャ、中長距離ガチャを引くことができます。
おっと、これ全部、SSR ですか。引きましょう。SS、短距離ガチャでいいのかな。ファウルラブ。初めて聞く名前ではありますが。さあ、何が来る？JJ ザ・ジェットプレーンですね。こちらをゲットいたしました。というわけで、スターホースポケット、見事に WBC を、ターフを制覇することができました。と、SWBC に次出るかどうかは、もう少し考えて、いきたいと思います。ゲーム動画で行こうでは、チャンネル登録者数を増やしたいと思っております。毎度おことではありますが、動画タイトル右側にチャンネル登録ボタンありますので、押していただいて、ご協力をぜひよろしくお願いいたします。またですね、ブログやツイッター、説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。最後20秒で関連動画プレイリストを流れます。そちらもお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。